ちゅうので、本日は、今回はですね、まあ、僕もね、プラザとシングルみたいなね、まあ、依存したいなと思って生きてる人間なので、それに近い本を読んでいこうと思います。はい。プラザとシングルの時代っていうのでね、これで、まあ、90年代後半の本なんですけど、その頃のプラサイト、ホヤに寄生するっていうね、一人暮らしっていう生活をどういうふうに、一人暮らしじゃねえや、親と暮らすっていう生活をどう捉えていたかというのを見てみようと思います。僕今ね、一人暮らしなんですけどもね、でもやっぱ帰省先はいつか欲しいですよね、と思ってます。さて、プラサイトシングルってまず何っていう説明からいきます。これはね、親とかに寄生して暮らす独身の人です。最近だったらね、子供部屋おじさんと子供部屋おばさんなんて言いますよね。昔だったら居候って言葉があったわけです。さあ、どんな風に生活してるのこの人たちっていうと、帰省先に生活費などを負担してもらって、自身の収入、もし何かバイトをしていたり、仕事をしていたり、会社で勤めていたりとしたら、その収入は20万円、30万円は自分の趣味に使えるわけですよ。家賃は全部、もしくはほとんど親が負担してもらう、ね。生活にかかる何か、ご飯を作る時間とかも全部負担してもらうわけだ。で、生活していくということ。で、これがどうなるかっていうと、一人暮らしの需要が低下するんじゃないの？例えば、一人暮らし用に新たに家を借りるってことはなくなるから、空き家が増えるとか、あと、冷蔵庫とかね、テレビとかを新しく買う必要がないから、家電の需要が減るんじゃないかとかね、そういうのが、あと、もっと言うと、まあ、結婚するような機会がなくなってしまうから、出生率が低下するんじゃないかと。そうすると、最終的に不況につながるんじゃないかなんていうふうに言われていますと。さあ、リーチのプラザとシングルということで、どういう生活を、じゃあ、プラザとシングルの生活をちょっと比べてみようぜと。一人暮らし、子供と一人暮らしの若者と、あとは、まあ、一人暮らしの大人かな。子供はさ、お金稼げないんですよ、まずはね。稼げたとしても、もうアルバイトで時給800円、900円という世界。そういう、まあ、悲しいとこ面がある。だけど、精神的に何か責任を負ったりすることがない、家族が何か養わなきゃいけない人がいるわけでもないしね。学生という時点でさ、まあ、社会的な責任も少ないわけだ。とか、あとは時間の余裕もあります。部活なんかをしなかったらさ、相当時間があるといえばある、大人よりはね。っていう点がある。若者は仕事を始めた分、精神や時間を自体なくなってしまいます。1日8時間ぐらい拘束される人も出てくるでしょう。っていう点で、あと責任も出てくると。だけども、その分、自分の時間ができる。絶対的な時間は減るんだけども、ただ、月に旅行に行けたり、月に人と付き合えたりする時間が増えたり、あとは、結局お金を稼げるわけだから、その分20万円とかのお金が自分で使えるようになる。もちろん、どう使うかっていうのは自分の責任なんだけども、まあ、自由といえば自由だ。で、大人になると。大人になると、責任がもっと大きくなる。もっと時間の自由がなくなるかもしれない。だけども、収入や行動の自由が増える。だから、子供を作るとかいうのはさ、結構大きな責任を伴う作業、ことであって、そういったことの、まあ、できる責任が増える分、自由も増えるよね。その行動を選べるってわけですから。あと、収入も増えますよね。20万、30万から、もしかしたら40万、50万って増えるかもしれない。っていう点がありますと。だから、子供は時間の自由があって、大人はお金の自由があるぐらいで考えてもいいかもしれないですね。一方、プラザとシングルはどうかっていう、生活の負担を帰省先に負担してもらいます。だから、お金の負担はないし、で、また時間の自由も自分で作れる。ね、仕事が嫌だったら辞めればいいし、まあ、自分の好きな仕事が見つかるまでゆっくり、探せばいいわけだ。だから、経済的にも精神的にも時間の面でもリッチなんです。子供と大人のいいとこ取りということができます。まあ、だから辞められないわけだ。次に結婚問題見てみましょう。じゃあ結婚しづれえじゃん。だってね、帰省するじゃん。結婚しにくいじゃん。あとはしたくないよね。責任を負いたくないよね。それと婚期が遅れる。20歳で結婚できない、25歳結婚できない、30歳結婚できないってある。ただ年齢が進めば進むほどやっぱり結婚必要がある。だからやっぱり帰省続ける。こんな悪循環が出てくる。また環境的にも、もともと一人暮らしが結婚する場合っていうのは役割分担するんですよ。どっちかが仕事をするとか、どっちかが家事をするとか、どっちもやるし、どっちも仕事をするけど家事も分担する。だから一人暮らしの時よりも負担減るんですよ。家事とか仕事の負担が減るわけだ。だからメリットがあるっちゃあるんですよ。また親と同居すれば親に任せることができると。負担減るんだよね。減る傾向にある。だけど、もともと帰省してる人が結婚した場合には、自分が家事もしくは仕事をどっちかをやらなきゃいけないわけよ。分担しなきゃいけない。だから負担増えるから結婚したくないのよ。だってデメリットじゃん。ということで結婚に点はありません。じゃあどうするかっていうと、傾向としては、自分よりすごいお金を稼いでいて、自分が働く必要がないような相手とか、もしくは、めちゃくちゃ家事ができて、自分がわざわざ働く必要がないよ、わざわざ家事をする必要がないような相手を選びたくなっちゃう。より結婚しづらくなるわけですよね。で、まあ、プラザとシングルに限らず、一人暮らしの人も、どっちかっていうと、じゃあ、いっぱい収入がある人がいいよね、とか、で、自分は働きたいから、家事をやってくれる人がいいよね、って男女共に思っちゃったりするので、やっぱり結婚しづらいよね。生活を依存する人間は増えてきてるんだけども、やっぱりそういう傾向ありますよね、っていう。さあ、次、経済的な影響を見てみましょう。需要の面。ね、趣味的な需要が増えます。自分のお金を生活費に使わずに、帰省している親に払ってもらって、自分は好きなものに使えるから、ブランド品とか趣味の需要点はバーンと増えます。ただその代わり、やっぱり借りる家とか、ね、家電とか、
冷蔵庫とかね、洗濯機とかね、そういった需要は減る。生活必需品の需要は減りますと。ただ少子化ね、さっき言ったみたいに結婚しにくくなっちゃうし、しにくくなっちゃうし、するメリットもないだろうから、出生率も減っていくと。で、労働はっていうと、生活基盤親にあるんだよ。だから、食いぶちを稼ぐような労働しなくていいわけです。働かなくても親がお金出してくれるんだから、まあ、給料が低くても好きな仕事をやればいいし、まあ、仕事が見つからなくてもずっとアルバイトしてて、で、就職活動をゆっくり、まあ、長い目で続けていけばいいんだという気持ちになる。だから、そうだな、失業する人も増えるでしょうね。まあ、ていうか、仕事に見つからない人も増えていくでしょう。一方、高齢層は養うために仕事をし続けるってことが出てくるだろうから、まあ、若者は仕事がない、ないというか、仕事にあまりつかないで、高齢者は労働をすると増えるっていう状況になるんでしょうね。次、プラセットシングルと社会的影響。戦後はね、みんな貧しかったんです。貧しかったから格差って能力差だった。頭がいい人、ね、勉強ができる人、頑張った人、ね、スポーツができる人、体力ある人が勝っていった。能力主義ができたわけです、ここで。だけども、最近どうかっていうと、そういって差がついた状態の親のもとで子供が生まれるから、生まれつきみんな貧しいんじゃなくて、やっぱり裕福な親と、貧しい親がいるわけですよ。だから、能力以外の差が生まれちゃっただけだ。生まれた環境の差が生まれできた。しかも、賃金格差が生まれにくいんですよ。20代っていうのはね。頭が良かろうが何だろうが、だいたい20万円台なんですよ。ということで、親に頼らなっちゃう。親に仕送りをもらって生活することになってしまう。で、頼らない親を持つ場合は、窃盗などの非行に走ることもあり得る。ただ、この場合は、生きるためのお金がない。明日のご飯を食べる、今日のご飯を食べる、そのお金もないんだ、じゃなくて、あいつの親はこんなにお金出してね、うちの親は全然買い出してくんない、車買ってくんないとかさ、ね、家が汚いとかさ、そういうところで、生活が豊かじゃないための、自分の生活豊かだよっていうのを、こう、周りに見せるための消費ができないから、非行に走るっていうのが増えてきてますね。で、今、依存的なやっぱ傾向があるわけだ。で、日本自体もやっぱ低成長化がで、です。戦後、70年代以降、高度、成長は止まってしまったと。ね、それまでやっぱ自立しやすかったですし、大学行くっていうのはやっぱ学費は安かったわけですよ。40年前なんて学費なんてね、もっと20万円とかだ、私立でも。今100万ぐらいしますからね。っていう感じで物価がどんどん上がっていったりしてる。だけども、稼ぎは減ってんだよ。減ってんだよ。生活は、かかるコストは増えるんだけども、稼ぎは減ってると。だから、生活水準は一人前、親のもとで過ごしている生活水準は豊かだったんだけども、だけど若者になった瞬間に収入がガグーンと減って、物価も高えな、お金があんま稼げてねえや、お稼ぎは半人前の若者をポスト青年期と言います。そんなね、生活水準は一人前だけども、稼ぎが半人前なポスト青年期、国によって様子違います、国によって。日本の場合は、今まで言ったように親に依存する。北欧は独立するんだけども、社会保障に頼る、国に頼るんだよね。だから、もしかしたら国の先行きが不安になってくると親依存になるかもしれない。実際、90年代以降、北欧の経済ってのが悪くなってきて、親に頼る人も増えてきてるらしいですね。で、アメリカ、独立とか自助を重んじるから、若者同士で同棲して、助け合っていくっていう傾向がある。で、日本もそこまで自分で全部助けろなんて言わないんだけども、やっぱりできるだけ自分で何とかしてもらって、不足分は社会保障で補うっていう必要があるんじゃないの？なんて言われています。言われていますというか、そういう考え方があります。で、プラザとシングルの形成。日本だったら、やっぱ親子関係っていうのが、夫婦間仲良くするっていうよりも、家族間とか親子間仲良くするよっていう、傾向があって、だから他の国でも依存しやすいんですよ。アメリカとかって、やっぱ夫婦間仲良くするっていう傾向がちょっと強かったりする。で、経済社会環境。親はね、裕福なんだよ。だからお金を出してくれるんだよ。今のところね、最近はそうでもないけどね。20年ぐらい前まではね。っていうのがある。だけど、一方で、じゃあ自分が仕事をするぞってなってくると、低賃金だったりする。まあ、年功序列だからね、年上の人がお金いっぱいもらいやすい。あと、福利厚生も最近は無駄じゃねってカットされてるわけですよ。ね、家賃補助とかも流れてきてるわけです。だから、やっぱりね、仕事をしてもつらいなっていうイメージしかないね。自立しづらいよね。だったら親のところで過ごした方がいいよねってなる。ライフ構図もそう。今までは、てか標準的なライフスタイル以外を拒むわけですよ。で、できるだけ人と同じ道を歩みたい。だから、それができない。貧しい暮らしをする。だったら、自分で貧しい暮らしをするよりも、親に寄生した方がいいんじゃないのって思っちゃう。そういった要素から、日本のプラザとシングルってのは形成されてんじゃないのって言われてます。最後、プラザとシングル社会は未来。もう時間ないね。若者が結婚子育てに積極的じゃないのは、今の生活の方が楽しいからですよ。親に寄生しててね。で、でもさ、この親とかそういう既得権、もともとこう有利なところ、ここにしがみついて、本当にやばくなるまでずっとすがるってのは、日本経済と同じ状況じゃないの。対策としては、親から引かなすわけですよね。親と同居したら税を課しますとかね。あと、学費援助してる親に対してはそこに課税しますとか。一方、若者自立支援は家賃補助、結婚補助金、労働士の自由化、持続主義だと。一方で、本当に裕福じゃない若者とかには補助しますというような必要なんじゃないのって言われてますね。だから、格差貧困化を行う前に、
余裕を若者に